8時までゆるゆるとやらせていただきますこんばんは。おお、ロッキーさんありがとうございます。虹こんばんは。こんばんは。え、待ってラボーナさん、ライオンティーってなんで気づいてるの？ここしか映ってないのに、すごっすごっ、ラボーナさん、真っ黒の T シャツ着てるのに。そうなんです、その、あ、ダイユさんありがとうございます。その通りなんです。私今日はレッスン帰りなので、レッスンで着ていた T シャツを着ていまして、よいしょ、見たいですか？恥ずかしいけど、ちょっとじゃあここまでにする。一回じゃーん、見てください、可愛いでしょ。そうなんです、可愛いんですよ、可愛いんですけど、そう、あ、メールでお送りしたことありますね、あるんですけど、この子ライオンなんです。この子ライオンですからね、侮っちゃダメなんですよ。ライオン T シャツえって言われてるそうなんです、ライオンが最近ちょっとだけそのネタ系 T シャツっていうかちょっと目覚めちゃって、この他にもおにぎりの絵が書いてある T シャツ持ってて、このこうやっておにぎりの絵がこうやって真ん中に書いてあるんですけど、その上にパンって書いてある T シャツを最近ゲットしましてそうで、それ着ていったらすごい、その日すごいダンス踊る日だったんですけど、真剣にダンス踊ってるのに秋山さんにすごい笑われて、え、なんでだろうなと思ったら、すごい T シャツ見て大爆笑してくれて、ちょっと着てよかったと思った日でした、その日は。あ、バディさんありがとうございますめっちゃ一生懸命かっこいいダンスこうやって頑張って踊ってたら、お、えいちゃんありがとうございます、大爆笑されましたそう、今日はだからこれ着たそうなんです、よいしょそう、もうめっちゃキレキレに頑張って真剣にこうやって踊ってたらおにぎりパンってやつ着てた。最近ちょっとハマってますね、面白 T シャツにお、バディさんありがとうございます。あ、ひろきさんもありがとうございますはい、ここのショールームでは X でも、あ、そうだ、今日メールをこのショールームを始める前に送らないと送れなかったんですね、送れないんですけど、それを送り忘れたんですすみません皆さん、夜便が届かないという事態になってしまいました。このそうなんです、この私が持ってる端末が、この携帯、自分のこの私の携帯
1個しかないもんでして、11月じゃない11時まで配信していたらメールが送れないんですよ。すいません、夜便なので今日メールで送ろうとしたことはこの配信でお話ししようと思います、後でそうなんです、悲しい、ぐすん。だから明日の朝便でお送りしますねはい、でこの配信は、さっきというか昼間に X でも告知させていただいたんですけれど、あの質問をお聞きしたので、その質問に答えながらあのお話ししたいなって思います。皆さん、質問を送ってくれた皆さんありがとうございます。とってもいろいろな質問を送ってくださって嬉しかったですそう、あの、あ、ひでさんありがとうございます。あの iPad はあるんです、学校で使ってた iPad あるんですけど、あんまりいろんなやつ入れてないから学校です、あの学習用 iPad だからこれそう、まだそのアイドルとして使ったことがなくて、これだから今日はその皆さんからの質問見るのには、おこんなのついてたあのいや支給されたやつじゃなくて大学で自分で使うために買ったやつなんですけど、その本当に勉強用にしか使ってなかったから、その何のアプリも導入してなくて、で引っ張り出してきたんです、ずっとその使ってなかったから。だから何もそのアイドルに適用してない iPad だからちょっと今度適用させておきます、空き時間に。そしたら何でもできますので、今日はちょっと質問を見るためだけに使います見て、ハッピーバースデーももかちゃん。このあ、テロップ入れましょう、そうだ、10時までです、10時までです、時計ビスさんイベント中です。お妹だな何、パンダに しましたあれ、そう11時までです。お、たくさんありがとうございます。お、ラボーナさんもありがとうございます。ちょっと本当に妹なのかって怖いこと言わないでください。妹と隣がなんです、部屋がえ、あ、そう、10時までじゃないですよ、11時までふんはい、ありがとうございます。このこれもらった日、私のお誕生日当日にお友達がディズニーランドだっけ、あ、シーだ、シーに連れてってくれて、一緒にディズニーシーに行ったんです。でこれともう一個書いてもらったんですけど、なんかはしゃいでアトラクション乗ってたら一個どっか行っちゃいました、で1個になっちゃって悲しい。あ、ザナタさんありがとうございます。え、待って、なんか妹の音がすごい聞こえてる
暴れてるんですね。でもあのディズニーでこの生誕シールをつけてるとたまにそのなんだろう道端にいるキャラクターさんにキャラクターさんのとかあとキャストさんのパフォーマンスみたいななんかちょっとしたパフォーマンスみたいなのに巻き込まれることないですか？なんかすごいみんなの前に出る羽目になるというかそのすごい お祝いしてくださってるんですけどあの皆さんのそのなんだろうこうキャスターさんのことこうやって見てたらいつの間にか自分が前に出させられるみたいなことそう巻き込まれちゃうことがあってそれがすごい恥ずかしいからあのあんまり見られないところに貼ってましたね私は。あそうだ明日の配信日時も後ろに貼っておこうってアドバイスありがとうございます。貼っておこう。明日はこれ12時から1時と2時半から3時半、10時10分から11、あらこれなんだっけ、この米印なんだっけ、あそうだ明日そうだ明日もレッスンが夜にあるのでこの時間がちょっとできるかできないか微妙な感じなんだった。あスクショさせてください。ちょっとわからないんですよ。50分だけ、そうこれがそのレッスン終わってそうすぐやろうと思ってて、そしたらこの私がお家に帰る時間も必要だからちょっと終電が危ういということで、だからこれもそのレッスンが伸びちゃったらできるかわかんないので、ん？あ、ぶっちゃんありがとう。あ、ゆたか23さんもありがとう。お、たまひなさんこんばんは。そう、とりあえずこれで、でもわかんないです。なので、またその都度ちょっとご連絡します。この上の2枠は絶対大丈夫です。貼ります。よし、ここじゃ見えないかな、これいいかな、もうこれ今日、あ今日のやつ、今日は11時までってテラップに書いたのでこれは外します。明日のあれん、あこれで合ってるか、これをじゃあ明日のやつを貼り付けておきますね。よしよし、はい、ではお、はじめましてです。お、ゆいさん、今一番可愛いなって思ってるお名前呼んでした。ゆいさんありがとうございます。嬉しい、初めてでこうやって来てくださるの嬉しい。ちょっとあのそうなんです、あの最後の枠を10時半からにしてとかっておっしゃってくださる方いらっしゃるんですけど、ちょっとお昼の時間も結構カツカツでして、はい、明日はちょっといろんなことが何本立てという感じで、あめぐみさんありがとうございます。なのでこの時間でいきたいと思います。今日は
ダンスレッスンとトークのレッスンをやってきました。ダンスレッスンが普段やってるアイドルダンスじゃなくって、結構ガッチガチに踊るダンスをやってきたんです。だから結構汗かきながらバリバリ動いてきました。トークのレッスンが気になる。トークのレッスンはトークの先生が来てくださって、私もう本当に私とか19期とかは本当に経験がないので、こういう風にこう日常でなんか面白いこうエピソードとか集めておいたらいいよとか、こう常にアンテナ張っておいたらいいよとかってアドバイスいただきました、今日は。はい、おえいちゃんありがとうございます。なんかこのショールームでお話しするのも結構私はなんかお話の練習になってるんじゃないかなって感じていて、なんかもう普段その人に向けてというか、そのお友達とか家族とかとはもう話し方とかも何も気にせず話すけど、こうやって自分対一人対たくさんの方へのお話しする機会ってやっぱりなかなかないので、こうやって配信とかでお話ししてたら、そのエピソードの話し方とかちょっと上手になるのかなって思っています。あと今日すごい嬉しいことがあって、これをかわゆいちゃんにもらいました。これすごい嬉しいこと、今日一番嬉しかったこと、これ。ともも粋だね、帰りです。これパンダバームっていうお菓子があって、パンダの絵がプリントされてるバームクーヘンで、この真ん中のパンダさんがこうくり抜けるバームクーヘンがあって、結構お土産とかで売ってることが多いんですけど、これをで、これ私も好きで、でかわゆいちゃんも大好きらしくて、でこの前かわゆいちゃんにこれのサンリオバージョンのパンダバームをあげたんです。そしたらこれくれました。え、かわいい、かわいい、見てパンダさんの中にちっちゃいパンダさんいる、かわいい、嬉しい、かわゆいちゃんがくれたのもかわいい。バームクーヘン、かわいい、レチーレチーです、大切にするね、かわゆいちゃん。そう、この前福岡のツアーで行かせてもらった時も、福岡のパンダバームが売ってて、そこでもかわいいちゃんと2人で見つけて、え、こんなのあるの、え、買うしかないよねって言って2人で買ったんですよ。そうなんです、2人のお気に入りお菓子。お菓子というかお土産みたいな感じ。はい、ではそろそろ質問募集させていただいたから、それをに答えさせていただきたいかなって思います。福岡のパンダマンもあれでした、あ、桃下さんありがとうございます。あの仮面のやつ、赤の、なんでしたっけ、また名
前忘れちゃった。なんかあれなんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。ちょっと後で調べて、あ、ここで、あ、お、これで調べればいいんだ。あ、そう、それだ。なん、せん、おせんべいのやつだ。福岡、仮面、あ、にわかせんべいでした。あの、めんべいじゃなくてにわかせんべい、にわか仮面のやつ。そのにわか仮面がこうきくり抜けるバーム、パンダバームが売ってて、ですごい可愛くて買っちゃいました。あ、教えてくださってる、ありがとうございます。それです、にわか仮面。はい、では、ね、そう、M で始まんなかった、全然。はい、質問に答えさせていただきます。はい、じゃあまずは、星屑テレパスの撮影で一番大変だったところや演技で苦労した場面は何ですか。は、一番大変だったところは、大変というか、その環境もそうだった、環境が関係してるんですけど、あのプールで、プールに浮かびながら、海かと一緒に浮かびながら、あの思い、自分、ゆうちゃんの故郷について思い出すシーンが、あれはすっごい深夜に撮ったんですよ。で、あのシーン、そのシーン自体が大変だったってわけじゃないんですけど、そのすっごい夜中で、あの他のシーンが終わって一日中お外で撮影した日の深夜に移動して、プールに移動して撮影を始めたんです。だから、そのシーン、そのプールが大変だったってわけじゃないんですけど、そのシーンが結構、あの私的にはもう、あの一日の撮影終わって、プールが入る、プールの撮影になる前に帰りたかったくらいの時間だったんです。でもそこでこうプールに浮きながらやったので、そこは結構大変な日でしたね、その日が。あと他に大変だったのは、やっぱりあのクラスに登場、ゆうちゃんが登場するシーン、もう初っ端の「ペッキョブモブロブビブーバブブブブ」っていうところが、あの結構序盤に撮影、やっぱり最初の方のシーンなので序盤に撮影したんですけれど、クラスメイト全員がこう座ってるんですよ、まただきちゃん以外全員が座ってるから、もうエキストラの方とか、あとは AKB48 の先輩方とかも全員座ってる中で、私がガラッて開けて入っていくので、そこはもうすごい一番緊張しました。そう、宇宙船の故障で遅れてしまいましたって言ったところ、そう、すっごい最初のところ、もう緊張でなんか手冷たくて全員、そう、実はみんな先輩、そうなんです、もう先輩の前であんなね、宇宙人ムーブをかましてしまうという。あ、鬼太郎さん、ありがとうございます。失敗しないように頑張りました。はい、あと苦労した場面は、あの森で、これは最後の方で、森で、あのゆうちゃんが宇宙船がここに来るんだって、こう
森に入って探すシーンで、そこが苦労した場面で、なんでかっていうと、あのゆうちゃんにフォーカスしたシーンだったので、まず私のセリフがすごくこう長くてこう語るところとかが多かったっていうのと、あとは結構私の感情が揺れ動いてるシーンだったので、結構こうなんだろう、なんでうみかちゃんを押し倒したりとかもしてたんですけど、なんでここまでの行動に出たんだろうとか、ここまでそうやってこの行動に出たってことはそこまで感情が高ぶってるからだよなとか考えたりして、昔結構こう準備をすごいどこよりもしていったシーンなのと、あとは森の中だったのですごい蚊に刺されてあと木の根っこがそこら中にあるから結構足場が悪くて、こう転ばないようにちょっとこう湿ってたりとかするから、こう滑って転すってんころりんしないようにとかもこう気をつけながら撮影していましたね。そんな感じはい、そんな感じでした。はい、じゃあ次、朝起きてルーティーンはありますか。朝起きてのルーティーンはまずは、私は起きたら絶対寝たまんまうーんって上に伸びます。そしたら絶対に骨がボキボキ言います。だからそれを聞いて自分の体が伸びたことを確認しますそしたらバッて起きて、最初にお水、常温のお水一杯絶対飲みますね。で冷たいお水だったら頭キーンってなっちゃうから常温のお水絶対飲みます。あとはあの本当に余裕のある時だったらストレッチをすることが多いです。ストレッチしながらあの携帯確認したりとかしますね。お、鬼太郎さんありがとうございます。あ、先にうがいした方がいい。あ、うがいは先にしますルーティーン、うがいして顔洗ってお水飲むはい、そんな感じ。結構でも朝はなるべくいっぱい寝たいタイプなので、その時間のギリギリを攻めて起きますね。でもその代わりギリギリ攻めてる代わりに目覚まし何回鳴っても起きないってことがなくて、私ないんですね。しっかり一発目のアラームで起きるんですでもあのこれは川結ちゃんのエピソードなんですけど、あのツアーとかで一緒にこう一緒にお泊まりするんですけど、そしたらこうそれぞれがみんな同じような時間帯に目覚ましをかけるんですね。で私よりも先に川結ちゃんのアラームが鳴って、私はギリギリ攻めてるのであのもうちょっと遅めに設定してて、かわゆいちゃんのアラームが鳴って、でもかわゆいちゃんは鳴っても起きないんですだからなんかかわゆいちゃんはあのなんかアラームじゃなくて何かの曲をそのアラーム音にしてたんですね。なんですけど何回鳴っても起きないし起きないし、あのそれがスムーズになってるから何回もなるんです。だから私はその曲が嫌いになりましたでもそのおかげで私が起きれました。だから結果オーライなんですそう、星屑テレパスのあの撮影ではあのそのところが可愛いちゃんは可愛いんですよあの星屑テレパさんの撮影では愛ちゃんさん、その朝早いからすごく朝早いので泊まりになることもあって、愛ちゃんさんがこうと一緒に
泊まってる日もあったんですけど、愛ちゃんさんも、愛ちゃんさんはかわゆーちゃん BGM だったじゃないですか。あの愛ちゃんさんはアラーム音、なんか非常事態の時になるみたいなアラーム音が鳴るんです。爆音で鳴るんですけど起きないんですだから私が起こしましたそう、もう非常事態が起きたんじゃないかっていうくらいの爆音がすごい鳴るんですねそう、でも私が起こしましたはい、では次、スタイル抜群のももちゃんですが、普段から意識していることはありますか？スタイル抜群ではないんですけど、最近意識していることがあって、これ言ったことあるかな、わかんないんですけど、ちょっと前に整体に初めて行ってみたんです。そしたら私歩き方が変だって言われて、なんか普通の人はこうちょっと前傾姿勢で歩くらしいんですね。なんですけど私はこうやって歩くんだって言われて、すごいなんかこうやって頭が一番後ろに来て歩くらしくてで、だからそのしかもなんかバレエの走り歩き方がすごい、あのすり足でこうサササササって走り方なんですよ。だからあの足を上げないで歩く癖がすごいついてるっぽくて、すごいすり足で歩いてたらしくて、私すり足でしかも後ろの重心で歩くってもう超やばいやつなんですけどなんかそうやって歩いてるから、まずは足を上げてこう、ま、前傾姿勢になって歩いたらこう前の足に体重かかるから、後ろをこう後ろの足がこうつま先でこう蹴るようにして歩くんだよって教えてもらいました教えてもらったので、最近は歩き方をすごい意識して歩いてます。でもその歩き方、前傾姿勢っていうのをその必要以上に意識しすぎてるのか、すごい最近こうやってなんかすごい前向きな人みたいな感じで歩いてますなんか歩き方ってやっぱりそう教えてもらってないじゃないですか。だからそのそれぞれのねこう癖が出やすいんだよって教えてもらいました。お、かかとから入るようにした方がいいよ。え、そうなんだ。かかとからこうやって踏んだらいいんだ。ちょっとまた明日からも意識していきたいと思います。お、まことのすけさんありがとうございますはい、では次は、特別な日のスキンケアがあれば教えてください。なんだろう、私は普段パック、顔パックしないんですけど、特別な日はあの普段いいなって思って買ったパックをストックしてるんですね。あ、まことのすけさんありがとうございます。パックをストックしてるので、それを特別な日の前日にはつけるようにして、それでモチベーションを上げていますはい、あとはやっぱ、あ、こうくんありがとうございます。特別な日の前日はちゃんと早く寝るように頑張ってますあ、ロッキーさんありがとうございます。はい、では次、初めて AKB に触れたきっかけは、初めて AKB に触れたきっかけは、え、なんだ、あ、しゅんちさんありがとうございます。なんかそのもう小学校の時になんかもう日常にあったので、 AKB があったので、こう初めて AKB48 を
触れたことっていうのをすごい覚えてなくて、もう本当にすぐそばにありすぎてだったので覚えてないんですけど、自分がそう唯一覚えてるのは、あの小学校のなんか体育みたいなので、その 全校生徒で恋するフォーチュンクッキーを踊ったのを覚えてます。でそれで私がなんか運動委員みたいな、体育委員みたいなやつをやっていたので、なぜか代表でみんなの前で、あのラジオ体操前で踊る人みたいな感じで恋するフォーチュンクッキーをみんなの前で踊ってました。懐かしい。なんかそれが結構自分のちっちゃい頃の AKB エピソードとしては一番印象に残ってますそうなんですよ。そうだから恋するフォーチュンクッキーは教えてもらわな、こう AKB48 に加入して教えてもらわなくてもできちゃうんですあ、ザナントさんありがとう。はい、では次、AKB メンバーで彼氏にするなら誰ですか、あと結婚するなら誰ですか。おー、誰だろう。彼氏にするなら、彼氏にするならは分からないんですけど、あの平田由紀さんは彼女にしたいなっていつも思いながらこっそり見させてもらってますなんかすごくあのお綺麗ですごい高嶺の花って感じがするんですけど、こう2人でお話しした時とかはすごい優しくしてくださるし、私こうふとした瞬間に、何だろう、その同期の17期さん同士でこうふざけ合ったりして無邪気に笑ってる姿がすごく可愛くてすごいキュンってしてしまうので彼女にしたいですねはい。で結婚するならやっぱりまほぴょんさん。まほぴょんさんはあのすごい面白い方なんですけど、それプラスすごいその一緒に撮影してて感じたことなんですけれど、あのすごい周りのことを見てくださってて、すごい気遣ってくださるんですよ。だからあの一緒にいたらとても幸せな結婚生活を送れるんじゃないかと、毎日笑って素敵な結婚生活を送れるんじゃないかなって思うのでお酒はちょっとね分かんないですけどまだ一緒にお酒を飲んだことがないんでちょっと分からないんですけど、普段お見かけする中だと、あ、ロゴさんありがとうございます。まほぴょんさんと結婚生活を送りたいですはい、ではAKB のアイドル活動で具体的な目標はありますか。お、具体的な目標、具体的じゃないかもしれないんですけど、やっぱり、あ、玉ひなさんありがとうございます。やっぱり自分は知名度がまだまだないなって思うので、 AKB48 としてあの AKB48 のメンバーとしてまずはもっと多くの人に私のことを知っていただくことがまずは目標で、それで選抜に入ることが目標です。でもうこれはもう夢のまた夢なんですけど、壁写の裏にも書かせていただいたんですけど、いつかは AKB48 のセンターになって AKB なんだろう、柏木さんみたいに AKB48 の顔って言われるようなメンバーに
なりたいなって思います。そんな感じそう、あの壁車の裏のやつ、壁車の裏に書いたら誰も見れないじゃないですか。だから書くときに誰にも見られないと思って、ものすごい、あ、ザナトさんありがとうございます、ものすごい野望を書いたんですねそしたら皆さんに見られてしまいました見られないって思って書いたんです、あれ実ははい、いえ、そうなんです、嬉しい、皆さん見てくださって、お、ケンジさんありがとうございますはい、では次、お、伊藤桃香の取扱説明書を作ってほしい取扱説明書は私はとりあえずまず食べ物が大好きなので、あのちょっと寂しそうにしてたら食べ物を与えてほしいですあとは実は寂しがり屋なので、たくさん一緒にいてほしい一緒にいて、あのたくさんお話ししてほしいです。私あの母にしつこいって言われるぐらいずっと喋り続けてるんですけど、お家とかでも、あのしかも喋ってる内容が、その中身のないこととかもずっと喋ってるんですけど、結構案外寂しがり屋だったりします。なので皆さんたくさん私とお話ししてくださいあとはなんだろう、あとは私はとっても頑固なので、一度気に入ったものとか一度決めたことは多分相当曲がらないと思いますはいって感じ。お、19期で家族構成を考えるなら、え、なんだろう、え、サリーちゃん、あ、プロミスダスターさんありがとうございます。サリーちゃんをお姉ちゃんにしたいです。私は19期の中では一番年下なんですけど、すごくしっかりしていて、いつもそのみんなを引っ張ってくれるので、ダンスとかで、なのでお姉ちゃんにしたいです私はで、メイメイはお母さんにしたい。お魚をさばいてほしい。あのいつも19期でいる時もすごい、なんだろう、あの19期のお母さんみたいな存在で、優しくみんなに話しかけ、あ、ロゴさんありがとうございます。優しくみんなに接してくれるから、お母さん、なんかお母さんって感じがします。で、え、カイリー、カイリー、お父さん、お父さんじゃないな、カイリーお父さんじゃないなんだろう、お父さん役いないかも。私お父さんでいいかな、あ、違うか、お父さんじゃないな、あ、カイリーちゃん弟、うわ、弟、確かに弟って感じ、うん、妹じゃなくて弟、なんか元気にいろいろ楽しませてくれそう。え、私お父さんで、かわゆいちゃんは、かわゆいちゃんは、妹かな、妹かペットもうかわいいからこうやってギュッてしたい。でも妹かな、かわゆいちゃんは赤ちゃんかな、赤ちゃんだ、あ、年の離れた妹にしよう、かわゆいちゃんは
いつも19期でいても癒してくれますね。でもなんか癒してくれるけど、こうボソって面白いこと言ったりするから、あ、星侍さんありがとうございます。あ、2位になった、ありがとう、みんな嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、そうかな。私なんだろう、お父さん、お父さんにしよう。お、そしたらめいめいと夫婦だ、嬉しい。はい、たまこ豆腐さん初見です、違います。はい、では次どんどん行かないとね。ももちゃんは料理しますか、得意料理は何ですか。私は料理というかお菓子作りをします。なんかご飯系はやっぱりお母さんと一緒に住んでるからあんまり作らない、その本当に母が忙しい時にたまに作るって感じなんですけど、お菓子作りにそのコロナの自粛期間の時にお家から出れないからもうすごいハマってたことがあって、その時にいろいろ作ってました。で、あの私チーズケーキはベイクド派で、すっごい濃厚な硬いチーズケーキを作るのがすごい目標だったので、すごい何回も頑張って作ってたんですけど、上手に作れたことが、なんか自分の理想のチーズケーキを作れたことがないので、そのまだこう追い求めて、理想のチーズケーキを追い求めて頑張りたい。でも一番みんなが、家族みんなが美味しいって食べてくれたのは台湾カステラです、ふわふわのやつ。はい、では心霊系やホラー以外で苦手なものって何かありますか、は圧倒的に虫。虫は全員ダメなんです。アリさんもちっちゃい子も全員ダメ。これも言ったことあるんですけど、蚊が腕に止まってても蚊に触れないから、こうやってパチンってできないし、払うものこともできないから、お、菅爺さんありがとうございます。触れない、もう本当に触れないから、止まってたら、蚊が止まってたら血吸われるのをこうやってあーって見てるしかできないんです。なんか虫さんが足に登ってきちゃってる時とかも、もう見てるしかできない、振り払えないから、いー来たーって言うしかできない。です。一回夜道の帰りに、夜道の帰りに家で、家帰ってきてお風呂入ろうと思って、こうやって上脱いだら耳になんかくっついてたゴキブリがポロって落ちたことがあって、もうトラウマです。はい、でした。ですね、給食で一番好きなメニューは何でしたか。給食で一番好きなメニューは何だろうな、やっぱり揚げパン、揚げパンが大好き。揚げパン大好きでした。いろんな味があるじゃないですか、抹茶とかシュガー味とかココアとかあったけど、やっぱりココアが一番大好きなんですけど、揚げパンってやっぱり食べるの難しくて、コッペパンの周りにいっぱいいろんなのが、いろんなのじゃない、お砂糖があるから食べるの難しくて、食べたらすごい口の周りについちゃうし、いっぱい落ちちゃうから難しくて、一生懸命あの何でしたっけ、スプーンでちぎってました、私。そう、揚げパン美味しいよね。
カレー味もあったし、のり塩もあった。え、そんなのあるんですか。私揚げパン甘いのしか食べたことないです。はい、じゃあ次、劇場コンサートの舞台側から観客や応援グッズは見えているものですか。めちゃめちゃ見えています。これはあのうちわとかも全部ちゃんと見えますし、私がそのなんだろう、ハルコンとかだったらちょっとあんまりにも後ろにいらっしゃる方はペンライトだったら見えるんですけど、暗かったらうちわとかは見えないんですけど、もう劇場はもう全部見えますし、あとツアーで今まで新メンバー挨拶前でツアーで回ったやつは一番後ろでうちわ振ってくださった方も全部見えました。だからすごい私のうちわとか持ってくださる方は本当に嬉しいし、こう 全部の方と 目を合わせたいという気持ちで、こう暇さえあればこうじろじろ見ているのでぜひ目線を合わせてくださいね皆さん。あのペンライトももちろん、ペンライトは本当にいくら後ろにいても暗い中で光っているので絶対に見えます。お、ロゴさんありがとうございます。うちはなくても気づかれたいいや、うちはなくても顔が見える方はちゃんと自分のファンの方がいらっしゃったら気づきます。でも劇場の後ろの暗い方はお顔見えないかも、あんまりあのペンライトでお顔照らしていただけたら見えるかもしれないあ、そうです、おしさいは薄ピンク2本ですはい、では怖いかもはい、AKB の楽屋の雰囲気ってどんな感じですか。あんまり先輩方と私はその研究生のそれこそ新メンバー挨拶前だったり、そう近い先輩方とはこう公演でもツアーでもご一緒させていただくことが多いんです、ご一緒させていただいてるんですけど、先輩、もっともっと上の先輩とはこうあんまり全然楽屋も違うし一緒になったことが全然ないから、そのことについてはあまり話せないんですけど、新メンバー挨拶回りとかの楽屋だったらとか、あとタダレンの楽屋だったらすごい全員で仲良くしてくださいます、先輩方が。すごくだし、結構直前までみんないろいろ食べてますね私も含めて。その本番の日って美味しいお弁当とか差し入れのお菓子とかがこう置いておいてくださることが結構あるので、すごい一生懸命メイクして、あ、奈良部さんありがとうございます。一生懸命メイクしてちょっと本番前に時間できて、あと10分だけど5分で食べて5分で歯磨きしたらいけるよねみたいな感じで、結構直前まで皆さん食べてますし、私も食べてますそう、食べるのに忙しいメンバーたちそうなんです、本当にその通り食べるのにすごい忙しくしてますし、結構おしゃべりしながらメイクしたりとか、あとはただれんの時だったらカイリとカワユイと私の3人で、あ、ラリーさんありがとうございます。3人で MC するところが毎回あって、そこでお話しすることを、そのテーマをすごい毎回ずっと
決めてました。今日は何のテーマにするって言って、これは広がらなくないとか、これはそれ誰も興味なくないとかすごいお話しし合いながらメイクしてご飯食べてってやってましたね。はい、では次、何にしよう。おでんの具は何が好き？おでんの具、あ、バディさんありがとうございます。バディさんは、あ、バディさんはじゃないバディさんじゃない、おでんの具、おでんの具はうーん、大根、大根がのあの汁がしみしみしてるやつあ、ナーラブさんありがとうございます。汁がしみしみしてるやつが好きですあ、まことのすけさんありがとうございますすごい、マディさんびっくりさせちゃったしみしみしてるやつが好きです。あとは私は魚菓子揚げっていうなんか油揚げみたいなやつがもう本当に好きで、あの4個入りでいつもスーパーとかで売ってるの買うんですけど、その4個入りのうち3つくらいは私が食べるんですよ、家族でおでんの鍋やった時とかも。あとはチーズ巻きみたいなやつがあって、なんかその油揚げのが丸くなってる中にチーズが入ってるやつが好きです。魚菓子揚げって何？え、もしかして伊藤家だけ魚菓子揚げはなんかお豆腐みたいな感じのやつです。なんかお豆腐の、お豆腐のちょっと固めみたいな感じのやつ。お、北郎さんありがとうございます。で、なんか丸くてふわふわしてるやつなんですけど、それがすごい好きです。リップを塗ります。あ、チーズのやつはさつま揚げの中にチーズ入ってるやつだが好きです。練り物か、そうだ、練り物だ、練り物が大好きです。はい、じゃああとは、着てみたい衣装、着てみたい衣装、 AKB の中で着てみたい衣装は、やっぱり恋するフォーチュンクッキーの衣装とか、カラフルで可愛いから着てみたいです。あとは言い訳メイビーの衣装が私すごい着てみたくて、なんかすごいザ AKB って感じがします。だからすごい代表的だからすごい着てみたい。あとはなんか、カラフルでそのすごい王道な感じの衣装が好きです。あとはサステナブルの衣装を着てみたかったんですけど、あの生写真の撮影でアクスタの撮影で着ることができたので、それはすごく嬉しかったです。可愛かった。そう、あとはあとなんだろう、あと何だろう、あ、ラブラドール・レトリバーのあのなんか白っぽいやつ、なんか白と水色みたいな感じのやつ、すごい可愛いです。ふわふわしてて、あれちょっと着てみたい、可愛い感じのやつとか、ザ AKB みたいなやつが
好きかもしれないです。はい、あ、ポニッシュ、ポニッシュ、ポニッシュもう好きかも、めすごい好きです。はい、では次、あ、じゃあ AKB の関連して、 AKB のユニットでしてみたい曲は何ですか？ AKB のユニットにしてみたい曲は、え、ツンデレ、ツンデレやってみたいです。めっちゃ好きです。あのツンデレの衣装着てみたいのもあるし、あのユニットやりたい。サングラス、そう、サングラスかけてやりたいですね。そう、衣装、そう、衣装も好き、あれはやりたいし、あとはあのこれはもうずっと言ってるんですけど、ハート型ウイルスもういつかやってみたいです。かわいい、かわいいからやってみたいです。おー、ブルーローズ、おー、ブルーローズ、ブルーローズもかっこいいですよね。そう、あのジッパーはやってみたかったんですけど、この前、あ、ラボーナさんありがとうございます。この前できたので、ツアーでできたので、それがすごい嬉しかった。やりたいのができたから。お、タワー投げてくださったよ。お、タワー投げてくだ、ありがとうございます。どなたかな、うーん、お、ピーターさんだ。ピーターさん、ありがとう。タワーありがとうございます。やりたいです。じゃあ、あと AKB 関連でもう一個。AKB48 でやってみたい公演や曲は何ですか？曲は、あ、公演は、私はパーティーが始まるよ公演。とあと目撃者公演やってみたいです。目撃者公演がやりたいのもそうですし、目撃者がやりたい目撃者がやりたいです。その曲がやりたい。あとはパーティーが始まるよ公演は、あのスカートひらりとかやってみたいですね。え、HKT さんが今目撃者公演やってるんだ。いいな、すごい。スカヒラ、スカヒラをちょっとやってみたいです。かわいい。僕たちは目撃者。うん、やってみたい。あ、そう、アイドルの夜明けもうすっごいやってみたい。かわいい、なんか曲がすごい好きです。お、なんか大好きですね。はい、では、あ、赤狩りのポップスターいいですね。はい、じゃあ次の質問に行きます。何にしようかな。え、そう、だからあの大商店すごい行きたくて、あの大丸東京さんでやってる、すごいちょっと暇があれば行きたいなーなんて思ってます。あ、推しメンまほぴょんさんの次に好きな先輩は、または話してみたいメンバーは、おー、はやっぱりあの星屑テレパスで共演させていただいた愛ちゃんさんとソララさんは
あのたくさん今になってもすごいお話しさせていただいていて、でいつも優しくももちゃんって言ってくださるから大好きです。愛ちゃんさんにはこの前あのギューってされて潰されそうにギューって潰されそうになって嬉しかったです。あ、木戸之助さんありがとうございます。はい、であと話してみたいメンバーさんはあの話してみたいっていうほどに話したことがない先輩はもういらっしゃらないんです。ちょっとこう軽く挨拶させていただいたりとかの先輩はいらっしゃるんですけど、完全にお話ししたことない先輩方はもういらっしゃらないですね。なんですけど、あのお、ピロ君さんありがとうございます。いらっしゃらないんですけど、あのずっとクラノーさんとお話、もうちょっとお話できるようになりたいなって思っていて、とても恐れ多いんですけれど思っていて、この前の握手会の時にトイレでお会いして、その日握手会の BGM があの、あ、ロッキーさんバディさんありがとうございます。あの BGM がクラノーさんセレクトの曲の BGM が流れていたので、そのハイスクールデイズがすごいわーなんかいいなって思ったんです。だからすごい好きなんですよってお話しさせてもらって、その時すごい優しくそうなんだって言ってくださったから、すごい嬉しくてルンルンなんです。まだ余韻をこうルンルンに思い出してルンルンになるくらいには余韻が残っていてなのでもうちょっとこう全然お話しする機会はなかなかないんですけど、またいつかもうちょっとお話しできるようになれたらいいなーなんて思っていますえ、そう、そうなんです。ワンピースクラノさんお好きだから、なんかそれについてもお話できたらいいのかななんて思います。お、星侍さんありがとうございます。とでも私ワンピースのカードやったことないから、できるどうかな、話し合うかな。あ、ピーターさんありがとうございますはい、そう、あとセリカさんとかも話してお話ししてみたい、長野セリカさん。はい、では次、お、劇団四季のミュージカルは見たことある？見たことあります。あと見てみたいミュージカルは、見てみたいミュージカルはアラジンのミュージカルを、もうずっと劇団四季さんのアラジンをずっと見てみたいなって思ってて、ずっと見れてないからいつか見に行きたい。あのキャッツ、劇団四季さんのキャッツすごく好きですはい、妹とは性格が反対って言ってたけど、妹の好きなところ、羨ましいところ、直してほしいところは、妹の好きなところ、好きなところはやっぱ年齢が近いからももちゃんって呼んでくれて、なんかこう、なんだろう、お友達みたいな感じで仲良くしてるので、その一緒にふざけ合えるところとかが好きです。あの二人三脚してみたりとかします、今でも。で、羨ましいところ、羨ましいところは、妹は私に比べてこう圧倒的に器用というか家庭的というかなんですね。なのですごく、なんだろう、
私は全然普段お料理やないって言ったじゃないですか、お菓子とかしか作らないんですけど、結構よくご飯系を作ってくれるのでちょっといいなって、家庭的でいいなって思いますあとは羨ましいところは、あの私と違って球技がめっぽうダメじゃないんですよバドミントンが妹は得意で、バドミントンの試合を見に行ったことがあるんですけど、私にはできない速さで、私にはできない速さの速さで腕を振っていたのでそういうところがすごいなって思います。はい、あと直してほしいとか、直してほしいところは、お、えいちゃんありがとう。直してほしいところはあのすぐ切れるところ多分私相手にだけなんですけど、お風呂に入るのがちょっと遅かったら早く入ってって切れられます。だからすぐに切れるのはやめてほしいあやりパパさんありがとうございます。そうです、多分私にだけなんですけど、だからちょっと優しくしてほしいはい、では次、子供の頃の夢は何ですか。子供の頃の夢は、あ、モモスタさんありがとうございます。お、ロッキーさんもありがとうございます。子供の頃の夢は最初はお花屋さんだったんです。もう超ちっちゃい時で、小学校でお医者さんになって、で途中で現実を見始めてで、もうそっから中学生くらいからはもうアイドルとか、今までは演技をやっていたので、その芸能系がこうできたらいいなって思っていましたね。なぜ医者？なんで医者は、その小学校のと低学年の時に自分の家の近く、そのかかりつけ医のかかりつけ医が女医さんだったんですよ。ですっごい優しい女医さんで、結構小学校の時はそのよく風邪をひいていたというか、結構体が弱めだったのでよくお医者さんに行っていて、でだったのでそうだったので、そこでこう優しくテキパキとやってくださる女医さんに憧れてお医者さんになりたいって言ってました。あ、ロゴさんありがとうございます。でもアイドルはそれこそあのちっちゃい頃からその漠然とした憧れはずっとあって、将来の夢としてではなかったんですけど、こういつでもこうアイドルになれるならなりたいなみたいなのはもうちっちゃい頃からずっとありましたけど、それがもう現実的にもうなりたいってなったのは中学生くらいからですね。お、ザナトさんありがとうございます。そう、ちっちゃい時は、超ちっちゃい時はお花が可愛いからお花屋さんになりたかったですお、タクさん、お、ザナトさんパフェありがとうございます、嬉しい。そうでした。お、ナーラブさんありがとうございます。お、 NMB の阿部若菜さん知ってる？知ってます。あ、アラブさんありがとうございます。もちろん存じ上げております。落語がお好きな方ですよねすごい、落語関連でいつかお会いしてみたいななんて思っちゃっています。お、安楽生姜ゆずかたおしさんありがとうございます。安楽さん、はい、では
次は、体型管理と肌管理知りたいです。体型は、私食べるのがすっごい大好きなので、食べるのが大好きなのと、あとはその食べるときすっごい食べるんですけど、もう本当にすっごい食べるんです。もう家にあるものを片っ端から食べるんですけど、食べないときが全然食べないんですね。だからそれでその調律が取れてるのかもしれないです。お、星侍さんありがとうございます。夜遅くにあんまり食べないとか、いや逆でして、あ、炭酸せんべいさんありがとうございます。逆でして、夜なんかストレスなのかわかんないけど、夜何かから帰ってきたら深夜にかけてすっごいお腹空いちゃっていっぱい食べちゃいます、たまに。でもそれダメだって分かってるから、それはその体型管理のために我慢するようにしてますけど、たまに夜中にいっぱい食べちゃうそう、そして後悔する。そうなんです、後悔するんです。食べた後になんで食べたんだろうってなってます。はい、でも本当に AKB に入ってからは全然ですね。ラーメン好きですか？ラーメン好きです、美味しい。あの大学の食堂にある油そばがすごい大好きで、ラーメンじゃないんですけど、油そばも大好きすぎて、で私ハマったらずっと食べる人だから、油そばを永遠にもう毎日毎日食べてましたはい。で肌はチョコあ、ロッキーさんありがとうございます。チョコが大好きなんですけど、チョコって本当に食べ過ぎたらすぐ顔肌に出るんで、それを本当にちょっとでも多く食べたら肌に出るから食べないように、本当に最近全然チョコあんま食べないようにしてます。その代わりグミ食べてるえいちゃんありがとうございます。そうだから食事で肌が荒れるのが一番多いかなって思うから、それを気をつけてて、あとはあの肌はいつもお風呂出たらいろいろペタペタ塗るけど、お、玉ひなさんありがとうございます。ペタペタ塗るけど、あの1ヶ月に1回くらい何も塗らないで、すごい乾燥しちゃうんですけど、何も塗らないで肌、自分の肌だけで生きていくっていう日を作ったら、結構その日の次、それをして寝た次の日は結構綺麗だったりして、そのあんまりケアしすぎるのも良くないのかななんて思っています。はい、じゃあ、お、 AKB の成人式でいとももが見れないのが残念です。そうなんです、なので成人式参加してたら着た振り袖の色やこだわりがあったら教えてください。あ、そう、写真あったらお見せできたのに、この端末にあるせいで見せられない。あ、10分前だ。ありがとうございます、教えてくださって。成人式は真っ赤の赤の王道みたいな感じの振り袖を着ていました。でお気に入りポイントがあって、その赤の中のその襟みたいなところにスカイブルーみたいな色を使ったその着物の名前わからないけど、赤の振り袖の中に水スカイブルーみたいなお花柄の襟みたいなやつを入れて、帯留めっていうのかな、帯の上にあのやるやつ、あ、バディさんありがとうございます。帯の上に紐やるやつもスカイブルーの色にして、そことそこの色を合わせたのがすごい可愛くてお気に入りです。あ、ともくろさんありがとうございます。
とう。そう、ふわふわしてた、白のふわふわしてました、可愛かった。あれはすごいもう憧れですよね。はい、では今度写真あったら載せますね。はい、ではうーん、行ってみたい都道府県は、行ってみたい都道府県はまずはやっぱり北海道に行ってみたいんです。北海道行ったことなくて、でも本当にすごく魅力的なので、いつかはいつかいつか行ってみたいです。お、ロッキーさんありがとうございます。行ってみたくて、あとは結構私あんま行ったことなくて、行ってみたい。沖縄は行ったことあるんです、家族旅行で行ったことあって、でもちっちゃい時に行ったから沖縄もまた行きたいなって思っています。で、福岡も行ってみたかったんですけど、この間そのグループ握手会でもツアーでも行けたから、すごい大満足、嬉しくて。お、新潟来て、あ、新潟行ったことないから行ってみたいです。なんだろう、そう新潟らへん、石川県とか。おバディさんありがとうございます。そう、石川県とか富山県とかそこらへんも全然行ったことないですし、長野は軽井沢行ったことあって、岐阜県とかも行ったことないです。だから、おしるちゃんさんありがとうございます。行ってみたいですね。あとは三重とかも行ったことないです。行ってみたい。もうとりあえず日本各地は行ったことないところ、行きたいところいっぱいあります。青森とかも行ったことないですし、青森、秋田、岩手行ったことないです。福島県は小学6年生の時に行きました。赤べこちゃん買いました。はい、では、あと誠之助さんありがとうございます。あ、星侍さんもありがとうございます。ちょっともうちょっとで終わっちゃうから何にしようかな。あと私、そうだ、 AKB でやってみたいのが蜂の巣ダンスがすごいやってみたくて、難しいと思うんですけど、すっごいやってみたいんです。これ言うの忘れてた。はい、あと AKB じゃなかったら何の仕事してたかな、それかしてみたいお仕事。 AKB じゃなかったらやっぱり英語。あ、誠之助さんありがとうございます。あの英語を学んでいたので、その英語使った職に就きたいなってずっと思ってました。本当に AKB に落ちたら本当に就活しないといけなかったから、いけなかったので、結構割としっかり考えてました。あの空港キャビンアテンダントさんにはちょっと身長低いからなれないかなとか考えて、あ、北郎さんありがとうございます、考えてましたね。貿易会社とか素敵だなって思ったりとか。ポッターさんありがとうございます。がいろいろ考えてました。何のお仕事してたかな、どうだろう。はい、どうしよう、じゃああと一個、あと私ウェイティングルームもやってみたいんだった、そうだ忘れてた。いとももち、じゃあどうしよう、最後の質問になると難しいけど、あ、48グループ好きな曲、好きな曲はウェイティングルームとか、あと大声ダイヤモンド、あと一生の間に何人と出会えるのだろう、制服の羽
ギンガムチェック、ギンガムチェックとかが好きです。はい、すごい駆け足になってしまいましたお、明日続きやろう。お、確かにまだまだたくさん質問いただいたから、また明日とかでもいいかな。早くしないとランキング読まないと。皆さんありがとうございます、たくさん教えて、あの質問してくださって。じゃあランキング読ませていただきます。第13位、ロゴさん、ロゴさんありがとうございます、パチパチ。はい、第12位、たまひなさん、たまひなさんありがとうございます。はい、第11位、たくさん、たくさんありがとうございます。はい、第10位、ロボーナさん、ロボーナさんありがとうございます。はい、第9位、えいちゃんさん、えいちゃんありがとうございます。第8位、まことのすけさん、まことのすけさんありがとうございます。では第7位、ロッキーさん、ロッキーさんありがとうございます。はい、では第6位、バディさん、バディさん、さっきはすみません、ありがとうございます。はい、では第5位、キタロウさん、キタロウさんありがとうございます。はい、では第4位、コウくん、コウくんありがとうございます。はい、では第3位、ピーターさん、モモンゴ大好き、やったー、ありがとうございます、大好き。では第2位、ザナトさん、ザナトさんありがとうございます、パチパチパチ。はい、では第1位、チャラララララじゃーん、ならぶさん、ならぶさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんたくさんお話ししてくださって楽しかったです。質問もたくさん送ってくださってありがとうございました。またやろうかなありがとうございます。お、質問間に合わなかった、お、また今度やりますね。楽しかったです。最後駆け足になっちゃってすいません、ありがとうございました。じゃあまた明日、明日は12時から1時の配信から始まります。ではありがとうございました、また明日ね、おやすみなさい、バイバイ。